札幌。ハロー、ケイトコメントの伊沢です。コジです。カメラです。ヤマトです。本日の企画は 0.1 倍速クイズ。イエーイ。皆さんやっぱね、リモートでも早押しクイズしたいですよね、ということでね。まあしたいですね、はい。まあでも、リモートだとラグがあっていつも通り行かないところもありますじゃないですか。まあそうですね、ラグというかですよね。なんかボタンを押されてからも、結構読んじゃったりするんですよね。だからヒントがちょっと多かったりするんですよ、いつもね、はいはい。そう、でもそれってなんかちょっとフェアじゃないかなと。ということで、ズルができないように、超ゆっくり読めと、フェアな対決ができるんじゃないかなと思って、ね。ミスター極端じゃん。ということでですね、はい、これから僕が超ゆっくり問題文を読み上げますので、はい、普通に早押しでお答えください。正解で1ポイント、誤答するとその問題だけお休みです。はい、じゃあ早速いきましょう。よし、時を止まれ。もう、あー、ここほんとだれ。ここほんとだれ。ここいらねー。ここいらねー。札幌。はい、押しました。はい、どうぞ。こうちゃん落ちちゃうな、これ。はい、はい、どうぞ。クラーク。正解。絶対無理だって。すごい。やった。問題文をちょっと1倍速でもう一回言いますと、はい、札幌羊ヶ丘展望台に像が立つ、少年よ大志を抱けという言葉で有名な教育家は誰、という問題でした。やった。さすが。やった。あれじゃねえか、これ。札幌だけだったからな。さって札幌来るなって思ったけど、札幌じゃ絞れねえんだよな。ちなみにこうちゃんはどうだった？あの、押してから多く聞こえたみたいな印象はあった？全くないですよ。全く聞こえないですよ、全然。でも元問題は解消はされてんだよな。2問目いきましょうか。はい、はい、もういやね、いらんところ、いらんところ。これ心を整えるんだ。ここがキーポイントだ。わー、たー、終わったー。なんで、なんで押したの？なんで押したの？自分でもわからない。なんで。どうぞ、川村さん。え？バイオリン。残念。なんで押した？なんだ。はい、じゃあ続き読みます。はい、まあ最初から読みましょうか、これはね。はい。はい。はい、もう、あー、最初からそこからだと思ってるな。めんどくせー。 いや、ここで心を整えるんだ。わたしし、うん、わろくも、うん、と。押した俺。押したって言いながら押しちゃったよ。どうぞ伊沢さん。サンズの川。正解。オッケー。どんどん進んでいくと問題文を一回一回頭の中で整理しなきゃいけないよ。小村さん、何で押したんですか？なんか私だったらいけるかなって思ったんだけど、冷静に考えたら無理なんだよ。しかも押してたの綿本だって。3問目。もう、あー、もう人生の時間の無駄だわ、ここ。この時間を何かこう、あの、社会的事業に当てたい。それじゃ短いだろ。小説浮き。どうぞ伊沢さん。タバ停止め。残念。小説浮き雲やほうろうきおあら。はいはい、こうちゃんどうぞ。なんだっけこれ。そうなんだよ、なんだっけなんだよ。林芙美子。正解。よし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 、よし、よかった。正解です。いや、俺もね、林芙美子と歌ってしめるなと思ったんだけど、待ったが良かった、待ったら良かったパターン。そう、当日浮き雲の中で原文一体予想したのパターンだと、長さ的にも双葉手締めあるから確かにね、ガチに2択なんだよね。まあ、そういう意味では俺も焦ってしまったね。
ただゆっくり読むことによって押したくなっちゃうっていう。我慢が試されるわ。我慢試される。4問目。ちょっとなんかこの時間無駄だし、ちょっと俺の肩叩いとこう。逆にここを楽しめるようになりたいな。ちょっと肩叩こう。いやだ。イエーイ。イエーイ。スードー。はい。はい、どうぞ。こうちゃんどうぞ。ジュバ正解よっしゃよっしゃそうだよね。だって今急に声高くなった。だからこれはきっとデスガン問題だと思ってスーダンの人はハルツームですが、南スーダンの人はジュバですね。ありがとうございます。よっしゃ待って、イントネーションがおかしかったぞ。普段ちょっとなんかデスガン問題を読むときちょっとスーダン共和国のみたいなね。共和国の場合ね。共和国か。俺今日すごくね、だってもう3文字で2回正解してるよ。すごくね。まあ、勘だろうな、札幌よ。いきます、5問目。もう、だ。何も言わねえもん、みんなここ。に、た、く、の、も、無駄な時間がある、これでーすーそーおーすーのー河村さんどうぞ。これカウントダウンも10倍ですよね。いっぱい考えるわ、はい、今までそんなことなかっただろう。49 48 3 21中濃ソース。これしかもわかんない。じゃあもう一度最初から見ます。いらないから。いらない。無駄な。いらないソースな。にーだーくーのーしりとりとかできるもんな、これ普通に。この時間になんか別の動画撮ろうか。だー。サブ撮ってあげた方がいい。でーすー。そおすのとどうぞ。と伊沢さんどうぞ。ウスター違います。地獄が待ってる。ちょっと早めに読みますね。コンセプト知らない。問題、二択の問題。デスソースの特徴は A 甘い B 辛い。 B 正解。やった。デスソースの特徴聞いてんのに中濃ソースとか言われてもちょっとよくわかんない。まあ、逆に言えば結構中濃だけどな。問題で聞いてる。ではないにしても。これでこうちゃん4ポイント、伊沢さん1ポイント、河村さん0ポイントとこうちゃんリードですね。はい、はい、では参ります。6問目。もうだいうつわたけくさなどの。伊沢さんどうぞ。3 2 1。冠。正解。やったー。お見事。う冠、つ冠、わ冠、竹冠、草冠ってことね。はい、完璧です。トゥーン。本当に列挙がわかんねんだ、列挙。 0.1 倍になって空白が伸びるんだよ。 0.1 倍空白が落ちるんだよ。じゃあ最初問題です。はい、はい、最初問題はなんと0.1 点でーす。やったー。おっしゃー。順位変わんねえしな。今から誰に何上がこうとしてるか。変わらないんだよな。もう、名残惜しいな、これ。もう、これ最後。ね、なんか最後だと思うと悲しいですね。名残惜しいから早くやってほしい。あーまーりーいーそーいーグー、あ、間違えた。間違えるんかい。おもう、使おうぜ、もう。そこはいいよ。だー。くっ
そやろうだなこれ。あまりいそぐとかえ。川村さんどうぞ。はい。せいてはことをし損じる。残念。それじゃないんだ。はい。じゃあ途中から読みます。はい。かえてしばいしてしまうという意味。ここら辺まではね、分かってたんだよな。どうした。皆さんどうぞ。琵琶湖。残念。あー。もう、こうちゃんしかいないんで、普通に。はい、そうですね。はい、まあね、だって必要ないもんね。はい。はい、一枚で見ます。はい。問題。あまり急ぐと、かえって失敗してしまうという意味のことわざ。せいてはに続く言葉は何？ことをし損じる。正解！やったー！判定厳しめだったー。厳しめだったー。これ、絶対せいてはことをし損じる。俺、それしかないと思ったの。せいてはに続く言葉はなんでね。そうだね。せいてはせいてを。そう。せいてはせいてはことをし損ずるではないので。せいせい。最終得点は、川村さん0点、伊沢さん2点、こうちゃん4点1点で、こうちゃんの優勝。せいでしょう。せいでしょう。時間って大切ね。本当に。うん、無理な時間を過ごしちゃダメよ。なんか日頃ぼーって生きてるけどさ、いざ目の前で時間を無駄にされるとイラッとするんだ。本当だよ。はい、ということでね、今日ね。スローリーな時間を過ごしてきました。皆さんもですね、この動画を見た割には学びが少なかったかと思いますがね、時間を大切にするという一番大切なことを分かっていただければね、我々としては本望でございますということでですね、皆さんも濃密な時間を過ごすために最近に力を入れているサブチャンネルもぜひご覧ください。ということでチャンネル登録、高評価、コメントされてやってよろしくさん。そして森瀬今日はこちら、動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。概要欄に Twitter などもあるのでフォローしてください。それではまた次の動画を見て